利用客の減少に悩む芸備線についてです。 JR 西日本と沿線自治体による利用促進に向けた会議が開かれましたが、 JR 側は利用促進ではなく路線の存廃も含めた議論をしたいと求め、自治体と意見が分かれました。会議は JR 西日本をはじめ岡山県や新見市、広島県の自治体も参加して行われました。新見市と広島市を結ぶ芸備線は人口減少などで備中神代駅から東条駅の区間では利用者が1日平均81人と30年余りで9割近く減り、岡山県内で最も少なくなっています。会議では新見市が駅に向かう市営バスの運行時刻を見直すなどの対策を行ったものの、沿線住民の利用は増えなかったことが報告されました。一方、JR は利用の促進だけでなく、今後は路線の存廃も含めた議論をしていきたいと求めました。将来の地域の公共交通というのはどういう姿がいいのかと、いろんな可能性を含めてですね、ご議論させていただければというふうに思っております。JR の提案に対して新見市はすぐに受け入れることはできないとしています。鉄道は以前からずっとあるもので、生活の足になっているというのは確かでありますし、重要な地域資源でありますので、私たちとしては、利用促進もやっぱりしっかりやっていくということに尽きると。意見が分かれた JR と沿線自治体、芸備線をめぐる議論の終着駅は全く見通せない状況です。